天空の城として知られる朝来市の国史跡竹田城跡で今日山開きが行われ、登山道に観光客が戻ってきました。竹田城跡は積雪や凍結などによる事故を防ぐため、毎年冬の時期は登頂を禁止しています。今朝は春には珍しく雲海も見られ、登山客らが貴重な風景を写真に収めていました。やっぱりすごいですね。途中しなかったんですけど、上がってきてよかったなって思ってます。いいですね、久しぶりに上がって。雲海も出てますしね。朝来市によりますと、今年度の観光客は去年7月の西日本豪雨の影響で登山道が一部通行止めになった影響などを受け、最も多い年の4分の1程度のおよそ14万2000人にとどまったということです。5月までの春のシーズン中の竹田城跡の観覧時間は午前8時から午後6時までで、4月5日から14日までの夜間は桜のライトアップも行われ、午後9時まで延長されます。